パピオン、パピオン。パピオンはこれ。早く早く。ちょっと待って。ちょっと待って。よし。間に合うか。ウォーターファの秘密基地集合とレビューするぜ。止めてみな。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。王様戦隊キングオージャー&史上最強のブレイブ充電戦隊恐竜ジャーデラックスキングガブリカリバーだ。おー、全国の玩具野郎集結せよ。というわけで早速いきましょう。ちょうど今日も本編がやっていました。キングオージャーと恐竜ジャーのコラボエピソードがあって、劇中にも登場したこのキングガブリカリバー。今日はね、これをレビューします。それから同時発売のデラックス恐竜人フルアクションバージョン。これもね、他のシュゴッドとも合体するんです。キング恐竜人。こちらのね、レビューも合わせてぜひ見てください。それでは早速見ていきましょう。恐竜ジャーの直撃世代の方なら、こう、パッと見てご存知だと思うんだけど、昔、ガブリカリバーというのが発売されていて、まあ、それのリデコアイテムとなっています。鮮やかな赤ですね。で、今回、恐竜ジャーといえばね、みんなのリーダー、キング。キングが登場しない代わりに、新しい、キャラクターですね。大きな力を秘めた、プリンス。というキャラクターが登場したんだけど、まあ、プリンスが劇中で使っていました。プリンスは変身することによって、キング恐竜レッドとなるわけです。で、この時ね、力を発揮することができず、その充電池、そう、恐竜じゃといえばね、この充電池がおなじみなんだけど、ここに力が宿らなかったんだけども、まあ、ギラの支えもあって、ゴッドクワガタ、まあ、クワゴンがこう認めて、で、この中にね、宿されて、で、変身できるようになったというわけですね。で、この充電池も付属します。パッケージの横。4体のシュゴットと合体、キング恐竜児。そして、パッケージの背面。遊び方が書いてありますね。変身とか、必殺技。そして、恐竜人やキング恐竜人の合体音声が楽しめます。ブレイブに開けよう。開けろ。刃物を使うときは気をつけてね。せーの。じゃーん。やっぱ世代の人にとってはこの充電池懐かしいよね。まずはこれから見ていこうか。劇中だとキラキラの金メッキのような感じだったけど、これは金の成型色といった感じだね。これがブレイブイン前の状態？あ、赤になりましたね。それから本体。昔のガブリカリバーは、ガブリボルバーと合体することができたんだけど、どうやら今回はその合体ギミックがオミットされてるようですね。まあ、ちょっとね、詳しく見ていきましょう。さあ、まずは充電池。まあ、さっきも解説した通り、これを使ってキング恐竜レッドに変身するわけですね。中にクワゴンがいます。ブレイブイン。インの状態で赤くなります。ここは K が書いてありますね。これはクワゴンの K なのか。はたまたキングの。あ、キングじゃないもんな。プリンス。あ、だからクワガタだから K か。なるほどね。あ、で、ここにキングオージャーのマークがありますね。まあ、スペシャル仕様となっているわけですね。あ、後ろにも書いてある。キングオージャー。あ、キングオージャー仕様になってるね。あ、キングオージャーの K か。うん、といった感じの充電池ですね。さあ、そしてこれがキングガブリカリバー。造形は本当に昔のガブリカリバーみたいな感じですね。赤くなっています。先端の部分が軟質パーツ、ところどころグリーンのアクセントカラーがあります。こんな感じですね。で、ここがポンプアップアクションができるところです。今回は斬撃音に必殺技に、ロボ音声ですね。これを楽しむことができます。ちなみに昔の玩具は、ここがね、スイッチになってて、これがロック解除ボタンになって、ここがぐるーんってね、回転し、で、このブレードの部分が、こう折りたたまれるという感じなんだけど、まあ残念ながらここは押せなくなってますね。まあやるなよという感じになっています。これはちょっと残念なんだけどね。うん。まあ今回はこのアイテムとして楽しむという感じですね。早速遊んでいこうか。LED が発光します。お、斬撃音。ここがスイッチですね。充電池をセットしないと、このようなね、斬撃音が、鳴ります。ここにね、ここから充電池をセットすると。セットするときは、このクリアグリーンのパーツ。
ここにこう噛み合わせるようにセットして押し込むと。で、閉じる。これでね、キング恐竜レッドに変身しました。さあ、それではね、必殺技。これシンプルな構成になってて、3段階あります。というわけでいきましょう。ポンプ。2つ目。必殺技サウンドと、あと待機音も変わりましたね。でー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 、ちょっとキングオージャーのあの音声だね。あれのサンバ調なアレンジになってます。さあ、そして最後。3段階になってて、少しずつね、テンポアップしていくという必殺技ですね。さあ、そしたら最後、ロボなんだけど、まずは、恐竜人ですね。あれの噛みつき合体のサウンドがこの中に入っています。これがね、すごく嬉しいんだよね。やり方はさっきのポンプアクションなんだけど、少し長めにここで待機するというだけです。というわけでね、いきます。恐竜人の合体いきます。ちゃんとね、恐竜人のあの噛みつき合体のサウンド入ってるのめちゃくちゃ嬉しいね。ちょっと劇中の話してもいいでしょうか。ちなみに今日本編が放送されたんだけども、3週目のこのコラボ回というのかな、恐竜じゃね。実はこれ1本だけじゃなくて、もう1本ヤンマガストがね作ってた。だからもう1本は、ギラが使えたんですね。ギラが使うとこんな感じで、王者カリバーと二刀流で、使ってましたね。で、この時にゴッドクワガタが使えなくて、一緒に戦えなくて、他の4体のシュゴッドとガブティラと4体のシュゴッドが合体してキング恐竜人になったんですね。というわけでね、それちょっと行きましょうか。行きます。これでね、キング恐竜人になりました。この合体ロボと連動遊びできるところはいいね。ちょっと実演してみようか。ちょっとうまくいくかわかんないんだけど、やってみます。まずは恐竜人から。噛みつき合体。
こんな感じでね、噛みつき合体を、まあ、この商品があればね、一緒に連動して楽しめると。あ、これいいね。本体には残念ながらオミットされた、この噛みつき合体のサウンドギミック。あ、これで保管できるわけだ。ナイスアイディア。さあ、次、ゴッドキングオージャー。これちょっとレベル高そうだな。とりあえずね、合体準備を済ませた状態です。いきます！降臨せよ、ゴッドキングオージャー。よいしょ。さあ次、トンボ、トンボ、トンボはこれだ。うん、そうするとパピオン、パピオン、パピオンはこれだ。早く早く、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、間に合うか。よし。あれ？あ、そう、びっくりした。よし、いけた。おー、できた。ゴッドキング王者、完成しました。ちょっとね、すごいテンパったけど、うん、楽しいね、これね。音声に合わせて変形させるの、あんま普段やったことないんだけど。あの、本編見てたらね、ポイントは、剣はね、ここに置いてて、そう、サンバのリズムに合わせてね、踊ってましたね。これがまためっちゃかっこいいんだよな。で、今回のデラックスキングガブリカリバーの一通りの遊び方はこんな感じですね。うん、内容結構詰まってんじゃないかなと思いましたね。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のデラックスキングガブリカリバーのレビュー、いかがだったでしょうか？一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。嬉しい点としては、今回同時に発売されたデラックス恐竜人フルアクションバージョン。これが、残念ながらオミットされてしまったサウンドギミックっていうのが、まあ、この中に収められていたっていうのは嬉しいね。この二つがあることによって、こう、同時に楽しめるかなと思います。過去商品のガブリボルバーとの連動合体ギミック。これがオミットされている点については、まあ、結構よくあるんだけど、こういうレジェンドヒーローの商品がもう一回発売されるときって、これ単体しか出ないので、あえて連動合体させない、みたいな。あえて連動ギミックを排したものが出てるっていうのが結構パターンなので、まあ、これは自分にとっても想定内だったし、まあ、しょうがないかなと思うんだよね。これはこれ単体であくまで遊ぶようにっていう感じかなと思います。さあ、あなたにとってね、恐竜じゃいかがだったでしょうかね。あなたにとっての10年、どうでしたか？きっとね、その当時見てたよっていう人もたくさんいると思うし、もちろんちびっ子にとってもね、初めて触れた、ね、あの、レジェンドの戦隊っていう人もいるかもしれません。まあ、僕にとってこの恐竜じゃは本当にいろいろ思い出深く、ちょっと僕の話していいですか？僕にとってのこの恐竜じゃは、もう、見れない戦隊だったんだよね。特急じゃ、恐竜じゃ、この二つは本当に怖くて見れなかったです。それもこれもどうしてかというと、自分がやっぱガングレビューをやってたからなんだよね。なんかちょっと精神的にあんまり元気がなくて。ちょっと見るのが怖かったんだけど、ようやくね、ちょっと前に、ようやくね、初めてあの本編通して見れたんだよね。すっげえ楽しくて、なんか心の底から楽しんでる、見てる自分を、なんかに気づいて、やっぱなんか泣いたんだよね。すごく嬉しかったな。やっぱ僕は戦隊も好きだし、恐竜じゃ好きでよかったなって思えてね。なんかそういったことを思い出していました。あなたにとっても、いかがだったでしょうかね。きっといろんなことがあった。僕たちにとってもね、いろんなことがあった10年だったんじゃないかなと思います。そういったことを、こう思い出させてくれた、今回の2つの商品、そして作品、今回のね、3週にわたる、本編だったんじゃないかなと思いますね。で、商品のいいところとしては、で、とりあえずこのロボに関して言うと、今まで歴代戦隊シリーズのヒーローたちが劇中に登場しても、
出るアイテムとしてはもう本当になりきりがメインだったんだよね。今回はちゃんとロボを出してくれたっていう、その今まで前例がなかったことに対してこうやってくれたっていう一つの突破口になったかなと思います。気は早いけど、来年だと、あれか、特急ジャーだし、さらに遡っていくとデカレンジャーで、さらに遡っていくとニンニンジャー、ごめんなさい、カクレンジャーだし、バイオマンだしっていう感じでね、もしかするとこういう感じのね、メモリアルなアイテム出るかもしれないよね、今後ね。うん、なんかそういう一つの突破口にもなったかなと思います。やっぱりスーパー戦隊シリーズはこれだけ歴史が長いんで、まだまだこれから新しいちびっ子たちに知ってもらったりとか、もう一回こうスポットを当ててもらったりとか、そういう可能性がたくさん秘めてると思うんだよね。そんな中で、この二つ、出てくれたっていうのは本当に嬉しいなと思いました。恐竜じゃが好きな直撃世代はもちろんだし、戦隊ロボとか買ったことない人も、これ直感で遊びやすい。フルアクションになってて、このロボットの話ごめんね。うん。遊びやすい。で、これもね、あるとさらに楽しめるかなという感じです。あなたにとっての恐竜じゃ、それからこの10年、もしよかったらぜひコメントで教えてください。総じて僕は大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした!またねー!ガイアの仕掛けせよ、ミッションを繰り出せよ、変形が値、憧れてた。夢のトランスフォーム、 What the fuck の秘密基地